皆さん、こんにちは。バックカントリーホダカの太田です。皆さんにお知らせがあります。でまずはですね、バックカントリーホダカのご予約をいただいて、フィッティングとか、この店頭でですね、対面販売をさせていただく、今、前回のお知らせでは、4月の24日まで休止ということで、25日からご予約はいただきますよと。ただ、その時の状況次第では、またさらに延長するという可能性もあるので、予約いただいても、もし延長する場合は、自動的にキャンセルになってしまうかもしれませんというような、ご案内をさせていただいたんですけども、 いろいろ情勢を見ていく中で、ですねまだこれは24日ではまず収まることはないなということで、5月の15日まで延長することにしました。なので、一応5月の16日からはご予約を一応お受けできるようにはしますけども、またそれもですねその時の状況次第ということで、その時にまだ自粛宣言、外出の自粛宣言とかが強烈に出ている場合は、 また、さらに延長させていただく場合もあるかもしれませんので、その辺はご了解いただいてですね。もしご予約されるっていう方はご予約していただければなと思います。ここ数日、この今の状況であったりとか、まあ世界的な流れであったりとかそういうものを観察している中で、多分おそらくこの外出自粛っていうところは、僕は当初1年ぐらいかな。とか半年ぐらいかなとか。まあちょっと甘い考えをしてて。まあ2月3月ぐらいは。 あの4月になったら収まるのかなとか5月になったら収まるのかなとかすごく甘い考えだったなっていうことでちょっと反省をしてるんですけどもおそらく早くてもですね1年はかかるとだからまあ2月ぐらいからやって発送してたのでまあ来年の3月4月ぐらいまではこの外出自粛というところがまあ今のところはですね外出自粛っていうところで皆さんが守っている状態であれば一旦少し収束傾向には 行くとは思うんですけども、全く収束するわけではなくていくつかの,その割合ではやっぱりこう新規感染っていうところが広がっていくような感じで完全に収まることっていうのはないのでまたそこで油断してですね外出とかを始めるとまたどーんと増えていくっていうことに、まあ、なるんだろうなという予測から、まあ、最低1年だと思ってたんですけども。 先日です、ね、ハーバード大学の大学からの発表では大で体、ね、いい2年は続くだろうとアメリカの場合に外出自粛という状況が2年ぐらいは続くだろうということで,で2年続いていく中でその時の,その感染状況の広がり具合によっては、まあ、集団免疫ができるとその集団免疫ができておそらくワクチンとかそういったものも開発されてそこからまあ外出自粛という、まあ、封じ込めっていうことができるんじゃないかなっていう発表がありました。 で日本の場合は、アメリカよりもです、ね、もっと感染スピードを遅くしているので、逆に長引く可能性があります。なので、日本の場合はです、ねまあ、2年といわずに3年ぐらいかかる可能性もありますので、まあ、そのぐらいのスパンで考えた方がいいなということで、今、僕の中でも、頭の中でもです、ね、これからの計画をです、ね、組み替えているような感じになります。ななののでおそらく登山教室の方はは今年はもうう無理かなという 感じがしています今年開催するのは、ちょっと見送ろうかなという感じがしています。まだ、えっと、今のところ、状況を見ながらの判断になるので、とりあえず5月の15日までは、休業というかあの、インターネットのオンラインショップのみの営業にさせていただくというような感じでお願いします。で、オンラインショップでもし購入される場合は、ですねお電話なり、メールなりです、ね、お問い合わせフォームからお問い合わせをいただければ、それに対して、フィッティングを本当はすればいいんですけど、遠隔でですね、フィッティングができるような感じで、えー もし購入いただける方がいらっしゃればですね購入してもらおうかなということを考えていますで登山教室に関してはちょっとあのオンライン授業みたいなものもちょっと考えようかなと思っていますのでまだちょっとあのプランが頭の中であの完成してないので、えー、もうちょっと様子を見てですねオンライン授業でとりあえずここで機上講習っていうものが ここに集まってしていただかなくても、僕が授業をこう進めていくような感じでできるんじゃないかなということで、その辺はちょっとこれから考えていきたいと思いますので、もし登山教室、参加されている方は、少々お待ちください。ただ、岩場の講習とか、ロープワークとか、実際にやっぱり目の前で,ですねやってみないと、自分でこうやってみないとわからないというところは、延期ということになるかもしれないんですけども、この登山教室っていうのがなくなるということはなく、少し今の状況が収まるのを、様子を見て、また開催するというような感じでお願いします。 なのでだから新規の申し込みもあのお受けはしてるんですけども、えー、なかなかその開催の時期っていうのが読めないのですぐには開催できないぞという状況です。というのが1つもう1つはですねローバーの新しい、まあ、新,規新規のモデルで多方プロ2というのが今年の4月に入荷予定になっていてそこから販売ということで。 今もですね30足ぐらいの,あのご予約を頂い,いているんですけども4月の8日に入港はしたらしいんですよあの港の方には入っているので確実にあの商品は届いているんですけどもただ税関の方が今 止まっている状況でそこが遅れているということで今月末になるか来月に持ち込むかちょっとその辺は税関の動きどうしてもそこもですねあの今出勤を控えながらですね人が少ない状態でやっているので業務が遅れているということでそこはちょっとお待ちいただくというような感じでお願いしますまた入荷次第あのすぐにお送りしますのでいつかっていうことは分かりませんあの税,税関に問い合わせないとメーカーの方でもわかんないしその問い合わせたところでまだですっていうぐらいなこの 検討しか多分来ないいので問い合わせても無理とただ入港はしているのであの要は港には入っているのでそこから倉庫税関を通って倉庫に入ってデリバリーができる準備が整ったらここに入荷してですねそれからお客様にお送りするというような感じになっていますのでもうちょっとお待ちくださいそれが2つ目ですねあとはですねこれはお知らせというよりはが今描いている状況なんですけども、まあ、ゴールデンウィークの北アルプスに関しては、まあ、ほとんどの山小屋さんが 宿泊営業はしないといととうことで、もう発表されています12日ぐらいかなには発表されていて山小屋さんに宿泊するということはできないとでテントを持っていってテント泊っていうのも、まあ、国立公園内でテント宿泊の指定地っていうのが指定されていてそこは大体山小屋さんが管理している場所でテントを張るんですけども基本的にはテントもかという山小屋さんが多いです。 ただ、それは山小屋さんの対応次第ということになっていますので、その辺はですねもし、まあ、出かけちゃいけないんだけど、もし出かける場合は問い合わせて出かけるようにして、出かけちゃいけないんですけどね、で上高地のバスですね、バスとおそらくタクシーも運休になると思います、ゴールデンウク中も運休になると思いますので、まあ、緊急事態宣言がとりあえず解除される方向に向かうまでは、上高地に入る手段っていうのはないと。 ということになりますので登山に行かないといいととうことでお願いします山小屋さんの中でもですね一応売店営業とか、まあ、人はあの設備の管,管理というかのためにそこにはスタッフはいるんですけども一応営業しないといっても来てしまう人っていうのが必ずいるんですよねそれでまあ止めてくれとかそういう方が必ずいるっていうことで一応あのやめてくださいっていう感じなんですけども一応そこにはまあ常駐しているということで。 基本的には行かないっていうところがまずメインになりますまあ登山はもうお勧めしませんということでお願いしたいなと思いますそれはもうどこのエリアも同じですもしただ近所の山だからいいかなと思って出かけてそこで誰かが大怪我をしたりとかですね相談をしてしまうとその時に救助隊がその対応に当たるんですけどもその相談した人の中にもしかして陽性っていうことで病気持ってる人がいた場合にその救助に当たったですね救助隊、まあ、警察官とか。 民間の救助隊であったりとか消防であったりとかそういった人たち濃厚接触ということになって14日間は活動できなくなってしまうということになります例えば県警のヘリコプターが救助に当たったとそこに、えー、感染者を乗せてしまったと陽性の人を乗せてしまったその時は分かんないので,で警察官も防,防具を着てですね活動を多分しないと思うのでもしかしたらするかもしれないですけどそういう場合はですね救助に当たった警察官もパイロットも整備士もですねでパイロットと整備士っていうのは、 警察ではではすねおそらく1人か2人各県警でパイロットがいるかどうかもしかしたら1人だとしたらもうそのパイロットが隔離されている間はもうその県警のヘリコプターも重要日が飛べないってことになってしまうのでそういうことも考えられるとなので逆に言えば通常ののレスキューいいうがが行われない可能性があります山の中で遭難してもできる限りですねその県警のヘリは。 もう山岳救助のために、あなたのためにヘリコプターをです、ね、運行してるわけじゃないので、基本的には街中の災害対策とかですね、大規模災害、地震とかがあったときにも、活躍しなきゃいけないから、常に動ける状態っていうのをキープしなきゃいけないので、そういう危険がある場合、そういう場合は、そこにはヘリは投入しないで、結局、人力で降りてきてくださいと、自分で降りてきてくださいということになってしまう可能性はあります。それはもうあの今の緊の緊急急事事態、態本当に緊急事態宣言が出出てる中で出かけた、 っていうことこでその中で何かトラブっても通常のののの状態の救助いいいうのは行われない可能性ありますので気をつけてください山小屋のスタッフにしてもそこはもう宿泊業の準備をしているのでわからない人の対応してそのスタッフがまた感染してしまうとですねえらいことになってしまうのでそれも極力ですねそこには人は避けない可能性がありますのでその辺を自覚してですねもし出かけちゃダメなんですけども行く場合は必ずもうセルフレスキュー ででできるる体制でですね出かけるようにしてください、まあ、山には人がいなくて濃厚接触とかないかもしれないけどでもレスキューセルフレスキューやるにはですね56人または78人ぐらいのチームで行かないと人1人担いで降りるっていうのはなかなか難しいのでそうなるとその中での濃厚接触ってことになるので結局はいけないってことになります山には行かないということでお願いしたいなと思いますのでよろしくお願いします。まあそそうううですね救急車とかそういいうもののが入,る入れるぐらいの エリア内で楽しむことは、まあ、濃厚接触とかそういうところがなければただ外出自粛制限が出てる緊急事態制限が出ているところは基本的にはそういう外出もできないということになっています生活に必要な食べるものを買いに行くそれだけそれだけは OK なんですけどもそれだけですまあそこまでは強制的にはやってないので自覚をした中で出かけるっていうことが、まあ、許されてはいるんですけども一応基本的にはそんな感じなので県外の山に登るっていうのはもう論外で ということになりますその外出自粛制限緊急事態宣言っていう言葉の意味が分かってないということになるのでじっくりとですねその場合は漢字の辞書を読んで学んでいただいて、えー、行動するようにしていただければなと思いますので強くお願いしますその辺はですね各山小屋さんのオーナーさんたちとかとお話をした中で本当にそこの山小屋のスタッフがそういうことそういうところでかかってしまうリスクそこでもしかしたら 命を落とすその中のですね誰か命を落としてしまう可能性もあるとまたそういった警察官救助に当たっている警察官がかかってしまうリスクそこの中でもまた命を落としてしまうリスク、まあ、いろんなそういうリスクというものを考えて営業するということで、まあ、基本的には営業しないということになりますので。 いろいろ状況が変わっていくというかあまり良くなる傾向がないので気長にというかうちもですねちょっと業態を変えなきゃいけないなっていうことも意識をしていて、まあ、2年とか3年とか続くようだと今のこのフィッティングをしてっていう仕組みはもうできないので対面っていうことができないっていうことになるとちょっと変えなきゃいけないなっていうことも考えていますまたまあ趣味遊びっていうところでよくあの居酒屋とか飲み屋さんとかキャバレーとか水商売っていうところの 商売水商売っていうのは水のようにです、ね、安定しない低いところへ低いところに流れていって、まあ、乾く時もあれば大雨が降って洪水になることもある本当に不安定なものなので水商売っていうことを言われていてだからこういう状況になった時に一番不安定になるところが水商売っていうことになります昔はそう言ってたんですけども最近はその例えば居酒屋とかを営業するとかカフェを作るとかそういうところで水商売っていう感覚がなくやってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども 基本的にはそういう状況になった時には影響が受ける例えば観光業もそうなんですけども水商売ということでまあそういうところはもうその影響を受けたらそこで撤退するしかないっていうこともそれはもう本当に社会のルールみたいな感じなのでそこで保証がどうのこうのとかっていうこと自体がもうおかしいもともと,もと水商売っていうことを知らないでやっているってことなんでえっていうものも含めたらまあ趣味のまあこういった遊びのですね業界 っていいうものものこれから色々あると思いますあのメーカーさんとかお店とかも閉店したりとか倒産したりとかそういうところも出てくるかもしれないしうちもあのその中の一部なので今後どうなっていくかは分かんないんですけどもとりあえずは今のところ1年分の1年間売上ゼロになっても維持できる体制は作ってあるんですけども次は2年だったらどうかっていうところをこれから考えて、まあ、対策を考えていこうかなとは思ってるんですけども、まあ、そんな感じで考えています。皆さんもですねちょっと長期的に考えた方が 良さそうなので、まあ、それが早く終わる分には OK なんで、えー、長期的な考えでいってもらいたいなと思います。で、あとはまあワクチンとか特効薬ができれば、早く収束して、早く正常の状態に戻る可能性もあるんですけども、まあ、最悪2年はかかるのかなということを考えています。あとはですね、僕のこの個人的な意見としては、今、東京はやっぱり多いですよねあの、どん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 増えていってしまっていると。 で普通に病院にその症状を伝えて病院に救急車とかで運ばれても受け付けてくれないとでどんどんどんたらまわしにされてしまうとっていうことが結構ニュースとかで見るんですけどもこの件に関してはですね僕は早く国の方で東京だった東京1月に中国で特殊講ですね10日間で病床をですね1,000床の病床を 特勘工事で作ったっていうニュースを覚えている方もいらっしゃると思うんですけどもあの時は僕もですね何が起こっているのかわからずにえ、なんかすごいことやってるなっていうなんかこう半分なんか本当に一言のように見ていた記憶があるんですよねであれはあの一番中心ですよねその広がった中心のところにを封鎖してそこに病院をドーンとも集中したその 専門のです、ね、病院を集中してで外部から医師団がその患者の数以上に医師団がです、ね、送り込まれてそれで対応に当たってで今はもう改善されたというあのニュースも聞いてると思うんですけども改善されている状態になっていると。で本当のところはどの辺があの正しい数字は分かんないんですけどももただ日本もです、ね、この東京も。 今は一般の病院を当た,当たってると思うんですけどそうすると一般の病院にはですねすでに重症患者だったりとか一般の患者さんがいらっしゃる中でそこにその感染者を送り込まれてしまうとその他の患者さんも守らなきゃいけないその医療従事者も守らなきゃいけないそこから院内感染が起こるかもしれないとなるとなかなかはいそうですかと言って受け入れられないというのは多分本音だと思うんですよねそうするとそこでもう医療崩壊が起こっているような感じになっていると。 でそこでまた感染、二次感染とかが起こってしまうと、本当、病院自体閉鎖しなきゃいけないということが、今、問題になっていると思うんですけれども、僕は単純に、中国から学べということで、そのコロナのです、ね、中央病院っていうのを、早く国立病院をです、ね、建設するか、そこはもうそういうところを自衛隊の施設の中かなんかにもう作ってしまう、今あるハードで、そこを病院に改造して、ですね本当に10日とか2週間とかで、 1,000人、2,000人、5,000人っていう収容ができる病院をですね作ってしまってそこに外部の他県からとかでも医師をですね、こう運ん、来てもらうとで自衛隊の海外派遣されてる医療部隊とかもそこに投入してですね、でそこに大臣とかも投入して、問題が起きればそこで法律を変えるとか、そこで解決していくとか、なんかそういう対応しないとあの収まらないんじゃないかなと思っています。これはたあの僕の素人考えなんですけども早く そういう体制を作ってですね、そうするとみんな患者は感染者だから患者を守る必要がなくて、まあ、その人たちの状況をどん,どんどん改善していく作業をしていけばいいし医療従事者だけがその防衛だけちゃんとできれば OK なので、まあ、余計なことをしなくていいとでそこに全てのものを集めていればおそらくあの機器その医療機器とかも共有でこう使えたりとか使い回しができると思うんで各病院にあるとですねやっぱり予備は置いとかなきゃいけないっていうことで予備だらけが 周りにあっていくつももう何千てあってそれが使い物にならないみたいなことが今起こってるんじゃないかなっていうことを考えています早くですねそのマスク2枚もいいんですけどもそこをしっかりやってもらいたいなというところを個人的に今考えていることですかね思うことになりますまあ、中央病院を作ってですねそこにとにかく集中させるとそうするとそこで検査もすればいいしそこからもう入院っていうのがすぐできてで無症状の人は ホテル行きでオッケーだと思うんですけども重症な人だけそこで集中的に見るとで検査も断れないし一般病院に検査検査っていうか体調悪いからって言って感染を広げるよりはもうそこに集中してですね対応した方が僕はいいんじゃないかなとそうするとドライブする形式もできるかもしれないしっていうのを、えー、僕は考えてますというだけですかね、まあ、それがいいのかできるのか可能なのか不可能なのか分かりませんけども、えーまあ、中国のあの動きっていうのが今考えればすごく強力な 体制だだったんなということで外出を自粛する人との接触を8割減らすとだんだんとその感染者っていうのは減っていく傾向に持っていくことができるとでも最終的にはほとんどの人が7割とか6割ぐらいの人が感染して集団免疫っていう形で感染を抑えるみたいなあの状況を作らなきゃいけないですけども。 今はその急激にまだそういう医療状態っていうのが今パンク寸前なのでまだ余裕はあるんだけどパンク寸前みたいな感じなのでえそこを改善されない限りはですねなるべくその重症者を減らすということで皆さんの協力が必要ということでお願いしたいなと思います僕も含めてなんですけどもということは外出をしないということです8割減らさないとだめとで7割とか6割だと増えていくか平行線平行線はダメなんですよね今のこののここ状態この 本当に窮屈なあの外出自粛という状態とか学校が休校している状態はまだまだ普通に続いていく状態になってしまうのでとにかく8割に落とすとそして減らしていくまず減らしていきながらもそういった中央病院とかがその専門のです、ね、病院とかができてくることを期待してるんですけど、まあ、できてくればそこで対応してとにかく封じ込めるということをしていかなきゃいけないなと思いますそれでも2年かかるということで、まあ、そんな感じかなと思います 未来のことは分かりませんけれども、今のところ、今後のですね、またご案内は、こういった YouTube の動画か、ホームページ、あとは Facebook なんかでご案内していきますので、もし何か必要があれば、そこを確認していただければと思いますので、よろしくお願いします。それではまた